はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をご紹介をしています。でこれまでに400冊以上の本のレビューをしてきましたけれども、まあ、主にビジネス書とか心理学についてまた英語学習についての本なんかをご紹介することが多いです。でその他のジャンルについてはチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよければそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。 今日ご紹介する本はこちらの「非道徳教養講座」というタイトルの本になります。でえーとまあ、ちょっとタイトルからは内容が分かりにくいかと思うんですけれどもこの帯のところに「ですね、えー清正し生き、清く正しくでは生き残れません」。 黒淑女の勧めというふうに書いてありますけれども、えーまあ、要はですねその道徳的な生き方倫理的な生き方ではなくて、まあ、少しその社会の通念からは外れていてもなん、まあ、とかこの世の中でやっていくための方法っていうのを説明しているとでターゲットとしてはあのちょっと理由ははっきりしないんですけども、まあ、主に女性に向けて書いているというような内容になっています。でえー、と、まあ 例えばです、ね、でショーのタイトルを読むと賢い男の捨て方賢い嘘のつき方賢い恩の売り方賢い失望のさせ方賢い会社の使い方賢い結婚の咲かせ方、まあ、そんな感じですね。なんで、えーとまあ、聞くとです、ね、ちょっとなんとなくこう不真面目な感じがすると思うんですけども、まあ、そういった発想を通じてですね、この世の中でまあなんとかうまくやっていくというような内容の説明でした。 でえっとまあ、ちょっと最初に言っておくとですねえっとあのこの本の中あのちょっと思ったこととしてこの。 平山さんという著者の特徴ではないようなんですけれども少し文体が硬くて読みにくいなというような印象はありましたで平山さんの特徴ではないようだというのは、まあ、ちょっとあのネットで,です、ね、検索をして、えー、まあこの方の特徴ほんのちょっとだけですけど調べたのとか、まあ、あとアマゾンのレビューとか見た感じあのこの本が特に読みにくい部分があるというような印象でした、まあ、ちょっとそこは先にあのご紹介して,きたいとしておきたいと思いますで今日あの3点ぐらいですかねあの面白いなと思った言葉をまあ抜き出してご紹介したいと思います でまあ、ちらっと見えたと思いますけどこういうなんかあの挿入の絵が描いてあってですねなんとなくこうその、えーまあ、黒祝女におすすめというようなあの内容になってます。で例えばですねこの、えー、今からご紹介するところは賢い嘘のつき方というところで。 えーまあ、あの示唆的な面白いコメントがあったのでご紹介しますが、えー、その嘘には、まあ、いろんな種類がありますと白い嘘まあクリーンな嘘ですね、まあ、誰かのためにつく嘘とかで黒,い黒い嘘そそれはもう明らかに、まあ、嘘のをつこうと思って、まあ、自分のためにつく嘘 まあ黒い嘘白い嘘っていうのがありますとでまあ一番良くないのは、えー、自分への嘘をつくことがいけないんですよということが書いてありますでまあ、なぜかっていうとその現在の自分の善性、まあ、つまりいい,いいいい自分がまあいいんだ自分は、えーまあ、生存していていいんだ自分って素晴らしいんだっていうような感情をまあ否定するところから始まってしまうんでまあよくないんですよというふうに、えー、まあ書いてありますで自分への嘘をつくと、えー、まあ振り返ったりとか反省するっていうような行為がまあできなくなってしまうとで そうすると、まあ、この本の言葉を借りればあたかも目隠しをして高速を運転するがごとくに無計画に事故の欲望を肥大,肥大化させ身を任せ、えー、他人の同情や愛情を貪欲に吸収利用しようとするのですというふうに書いてあります、まあ、つまりその嘘をついて取り繕ってしまうとですね、まあ、自分が今あるべき状態を直視することなく、えーまあ、過度な期待を抱いて、まあ、社会と向き合ってしまうと、まあ、そういうことですね。 で,ですが、まあ、そういう、まあ、当然のようにその破壊的な動機は社会から認められないのであなたはさらに自分を偽りながらあの手この手で偽善的になり最終的には自分が何がしたかったのか何者だったのかすら分からなくなっていくのですと、まあ、こういうふうに書いてあります。 でえっとまあ、結論として、まあ、こうなったらもうだめですとでなぜかというと決して幸せにはなれないからですとでいかに人から褒められ称賛されるような行いを続けていたとしても自己を偽り続けている限りその人の人生は油で煮られているのと同じですと決して心休まることなく本来の人生を生きているという実感は得られませんというふうに書いてありますでこれは、まあ、あの私自身非常に反省するところがあって、まあ、どこかですねあのこう人にまあ褒められたいというような感情が結構強くてですね、まあ、自己肯定感が 下がる時があって、そうするとちょっとこういう風になるなという時があります。まあ,あの、本当におっしゃる通りだなという風に感じました。なんでまあ、あの結構この本の中でまあ、こういったその人間の。 持ってるなんか本質的な側面とか、まあ普段見たくないんだけどあの見つめなければいけないところっていうのをまあ紹介しているような内容が多いですねでその他には例えばちょっと似た内容なんですけれども、まあ、会社において、えー、期待されて期待されて期待されて期待に応える期待に応えるということをまあ続けていく、まあ、その期待に応えることが善行であるいいことであるというような概念をすり込まれてしまうと、えーまあ、相手から失望された時に、まあ、大きな失望が、えー、起こってしまうと。だから賢い 失望の仕方と失望のさせ方としては、まあ、適度な、えーまあ、失望が生じるような、えー、期待値を相手との間で維持することが重要だというふうにも書いてありましたでまぁ、あ、あの最初に言いましたけれどもはっきり言ってその100%真面目な方かというとそうじゃない真面目だというかあのー、倫理的道徳的であるわけではないのであのー、まぁ、あ、ちょっとずるいような気もするんですけれどもまぁ、あ、やっぱり相手にですねそのまあ過度な期待をさせないまあ自分なりの、えー、期待をしてもらって ここととににによって、まあ、失望を、えーまあ、不に起こさせなないっていいいうううのは、まあ、あるかなというふうに思いましたで最後3点目、ですねこれもちょっと似た内容になっちゃうんですけれども、あの会社においてです、ねまあ、リストラされる可能性がありますよねと、でまあ、これは賢い会社の使い方という章からご紹介しますけれども、えーまあ、そのリストラの対象になるのはどんな人かということについて面白い説明がされてました、でリストラの対象になるのは、まず契約上の弱者であり、何か理由のある人々ですと。 でつまり、何らかのプロジェクトで失敗をした場合に降格、リストラというのは発,発令されやすいというふうに書いてあります。なんでかというと、まあ、それは周囲が納得するからだと、で業務に差し支えないからだと、でもし、平々凡々とんぼと、えー、大半の社員とまあ何も変わらないような普通の人間を突然リストラすると、まあ、社員に衝撃が走るとで、それは理由がない首切りだと。 いうことでですねでまあ、そうすると、いつまた自分がそういうまあうき目に遭うかわからないといったような、えー、恐怖を煽るから、えー、まあそういう何の変哲もない社員がいきなりクビになるっていうことはないと、まあ、つまり全体に対する影響っていうのを、まあ、管理側は嫌うんだということですね、でまあ、リストラの目的っていうのは、組織の無駄を省くスリム化なので、それによって効率化、能率化されなければいけないと、だから無用なパニックは望むところではない。 つまりそのリストラされたくなければ、えー、何かこうバリ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 働いて、えー、こう結果を出す結果を出すということだけではなくて、まあ、実は、えーまあ、なんていうのかなこの本のままの言葉で言うと常に低値安定低い値で安定すると、まあ、そういう状態。えー 例えば100点満点だったら、もう70点最低点の70点とか。もう60点とか。もうノルマのそれぐらいで、えー、常に推移していると、えー、まあ、実は場合によっては会社の処世術としてメ,、えー、メリットになる時があるんですよ。ということが書いてあります。で、まあ、あのこれも繰り返しになります。けれども、100%その道徳的なあの発想ではないと思うんですけれども。ああ、そういう見方もあるのかと。 あの自分自身そういうことを考えたことはなかったんですけども確かに会社を眺めてみるとですねあれこの人なんかしてるようなあ仕事してるような仕事してないようなわかんないなだけどなんかしてるんだろうないい人そうだしみたいな人って結構いっぱいいると思うんですよねでそういう人たちっていうのは実はまあこういった処生術っていうのを、まあ、あのもしかしたらまあ意図的に使ってるのかななんていうことをちょっとこの本を読みながらまあ感じましたはいちょっとだらだらと長くなってしまいましたけれども、まあ、そういった内容になってますねななので、まあ、すごく真面目な方とか 意外と読んでみると面白いんじゃないかなと思います。あの私自身もあ,あそういう風な捉え方もあるのかというような新しい視点がまあ、いくつか得られましたので、えー、まあ、読まれてみると面白いと思います。はい、今日は以上になります。あのよろしければチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。これからもまあ,あのコツコツ頑張りますので、えー、励みになります。よろしくお願いします。